思っております。で、実態ですね。まあ、フィリピン移住して実際に失敗して帰ってきてしまう人、日本に戻る人っていうのもいるんですけども、まあ、大きな問題としてやっぱり言葉がですね、あまりにも、まあ、日常英会話、流暢な英会話、英語必要ないんですけども、やっぱり、普通に生活するために必要な基本的なコミュニケーションができないと、やっぱり、外に出たりするのも億劫になったり、友達作ったりっていうのはできないので、そこと、あとはやっぱフィリピン人の文化ですよね。絶対に怒らせていけば、恥をかかせてはいけないとか、人前で見栄を張るとかですね、そのために小さな嘘とか言い訳をするとかですね、まあ、それマイナス面も含めてちゃんと知っておくっていうことでしょうね。あとはやっぱり一番は現地でやっぱり仲間に、味方になってくれる、現地のフィリピン人とか、あと日本人ですね、僕みたいな移住者のような、仲間を作っておくと、例えば契約ごとの時に言葉の面でですね、サポートしてもらうとか、いろいろ知ってることをですね、サポートしてもらう、コネを紹介してもらうとか、いろいろあるので、その辺でしょうね。